どうもこんにちは、尖った車大好きペパロニンです。本日は愛車アルピーヌ A110 の車内からお送りいたします。では早速本日のお題ですね、スポーツカーのメリットデメリット、こちらについて本日はお話ししていきたいと思います。というのも東京に住んでいるとスポーツカーってすっごいよく目にするんですよ。ただ僕もアルピーヌ A110 買う前まで思ってたのが、スポーツカーって見た目はかっこいいけどデメリットの方が多いんじゃないの、東京でスポーツカー持ってる人ってなんでってすごい思ってたんですよ。ただ僕が A110 を持ってから周りの人からスポーツカーって実際持つとどうなの、ちょっと興味あるんだけどいろいろメリット教えてよっていう風に言われることも多いので、今回ですねメリットデメリットを動画にしていきたいと思います。ではまずメリットの一つ目なんですけれども、運転が楽しいっていうことですね。もちろんスポーツカーなので運転を楽しむ車にはなりますし、当たり前のことなんですけど本当に運転が楽しいんですよ。もうずーっとニヤニヤしちゃうぐらい運転楽しいですし、中にはちょっとハンドル重いなとかちょっと好みじゃないなっていうのはスポーツカーの中の種類ではあると思うんですけど、本当に自分の好みのスポーツカーっていうのに出会えた時はすっごい楽しい運転ができるんじゃないかなと思いますし、用事がないのにドライブに行きたくなる、運転したくなる車、それが僕はスポーツカーなんじゃないかなっていうふうに思います。二つ目なんですけれども、ハンドリングが決まるっていうことですね。ハンドリングが決まるってどういうことって思われると思うんですけど、もう一台をジープラングラーを乗ってるっていうのもあるんですが、ビタッと走りたいところを走れるんですよ。今こういうふうに運転してますけど、ハンドルをこう、ピタッて決めたらそのままハンドルこう、力入れなくても動かないんですよ。っていうくらい本当に走りたいレーンをずーっと走ることができるので、これはスポーツカーならではなんじゃないかなっていうふうに思いますね。本当に操作感がすっごいあるんですよ。なのでこのハンドリングの良さ、ハンドルの位置が決まるっていうのはスポーツカーならではなんじゃないかなって思います。そして3つ目ですね、人脈が広がるっていうことですね。スポーツカーってやっぱり今流行りの SUV とかセダンやミニバンとかと違って乗ってる人少ないんですよ。なので乗ってる人が少なければコミュニティとかその情報交換の場っていうのが結構活発にあるんですよね。なのでそういった場所で普段僕が知り得ない人、例えば今東京在住20代なんですけど、地方在住50代の経営者の男性とか、地方在住60代のライターさんとか、そういった方ってスポーツカーじゃないと出会えなかったですし、本当に車を大事にしてるなっていう人にも結構会えるんですよ。そういった人から車との向き合い方っていうのを教わることができたので、そういった人脈から得られる情報っていうのはスポーツカー乗ってないと得られなかったんじゃないかなって思いますね。そして4つ目なんですけど、ストレス発散になるっていうことですね。もちろんストレス発散のために危険運転をしたり暴走運転するのは良くないんですけど、運転が楽しいとストレスの発散になるんですよ。低速域でも例えばこの車の場合だったらスポーツモードに入れてパドルシフトでマニュアルモードで2速でずーっと引っ張りながら、まあ、時速5、60キロ走るっていうこともできるので、そういった運転をするのがすごい楽しいんですよね。例えばそういうので首都高に外環走って戻ってくるとかするだけでも息抜きになりますし、ターンパイクとか行った時にはもうアドレナリン出まくるんで、そういった自然の中を走ったりとか高速道路を走ったりっていうのでそれ発散になるんじゃないかなっていうふうには思いますね。次にスポーツカーを持って良かったメリット5つ目なんですけど、デザイン性がすごいいいっていうことですよね。スポーツカーって空力性能を良くしようとして結構滑らかな形になるんですよ。で、フォルムが基本美しいんですよね。特にエンジンが後ろに積まれているミッドシップカーとかリアエンジンの車とかっていうのは、前にエンジンがない分フロントのボンネットをすごい下げれるんですよ。フロントボンネット下げるともう綺麗な形をさらに作れるので、スポーツカーが持ってるこのデザイン性っていうのは僕はもう毎日見て毎日見とれてっていう風になってるので、本当に一種の工業芸術品なんじゃないかなと思うぐらいすごいいいなっていう風に僕は思いますね。実際にこのスポーツカーのデザインっていうのはみんな目に引くじゃないですか。結構こうやって運転してるだけでもよく見られますし、目立つんですよ。目立つってことはそんだけ綺麗なデザインだから目立つので、そういったデザインを毎日触れられるっていうのは僕はメリットなんじゃないかなというふうに思いますね。次6つ目なんですけど、加速感が異常にいいっていうことですね。もちろん加速感がいいので高速道路の合流も楽ですし、それとは別に普通に運転してる際でもちょっと踏むだけでピュッて飛んでってくれるので運転がまあ楽しいんですよ。まあ楽しいしか言ってないんですけど、今回の動画本当に加速感から来る気持ちよさ、正直ジェットコースター僕乗らなくなったんですよね。なんでってジェットコースターで味わえる G 以上の G をこの車って与えてくれるので、そういった意味でもスポーツカーが醸し出すその加速感っていうのは本
当に速い時はもうニヤニヤが止まらなくて、自然と笑みがこぼれちゃうような感じになるので、そういった面白さを持ってるっていうのはスポーツカーならではなんじゃないかなというふうに思います。で、最後メリットの7つ目は運転が上手くなるっていうことですね。やっぱりスポーツカーを乗ると車の操る楽しさっていうのを知ることができて、操る楽しさを知っちゃうとどこまで操れるんだろうっていうふうに思いますし、シンプルに運転が上手くなっていくんですよね。どん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 自分の運転技術を上げてくれるスポーツカーはいい車っていうふうに言われているので、そういった意味でもこの車を持つメリットはすごい大きいんじゃないかなっていうふうに思います。逆にデメリットって何っていうお話なんですけれども、デメリットの一つ目は段差を気を使うっていうことですね。スポーツカーはデザイン性が良くて空力性能をすごいしてるっていうのもありますし、あとはもうカーブを曲がった時に重心が安定するより低くなってるんですよ。低くなればなる分ちょっとの段差とかで下をするんじゃないかなっていう風な不安にもなりますし、実際擦ってるスポーツカーって多いので、そういった段差を気にしなきゃいけない。それによって駐車場ですよね。東京は入れる駐車場多いんですけど、場所によっては高さが結構ある駐車場、一番多いのホームセンターとかですよね。そういったところの駐車場っていうのは結構下擦るんじゃないかなっていう風になるので、ちょっとカー用品買いにホームセンター行きたいんだけど入れないなっていうこと何度かあったので、そういったところはちょっとデメリットになるんじゃないかなっていう風に思いますね。次のデメリットとしては住宅街で気を使うっていうことですね。やっぱりエンジンの始動音とかもそれなりに音がするので、例えば夜お出かけしたりとか帰ってきた際っていうのは気を使っちゃうんですよ。例えばこれがマフラーをスピーカーから再現してますとか、そういった車であれば音をカットできる車もあるので全然音気にならないんですよ。 BMW の Z4 とか。ただそうじゃない車、まあ、A110 もそれなりに音するんですけど、例えば今だったらまあフェラーリもそうですし、コルベットとかですよね。ああいった車っていうのは音がすごいやっぱ大きいエンジンでうるさいので、近隣住民の方への迷惑とか影響は気にして時間帯とかは選んで運転してるっていう実情はあるので、そういった夜の住宅街とか普通の住宅街でもそうなんですけど気を使うっていうのはありますね。逆に日中とかであれば音に反応して子供とかが道路でボール遊びしてても避けてくれるっていうのはあるので、まあ迷惑になるならないは一長一短あるんじゃないかなっていうふうに思います。最後の一番大きいデメリットとしては部品が少ないっていうことですね。スポーツカーを大事に乗れば乗るほど部品ってやっぱ消耗していくんですよ。消耗すればした分だけ部品を買わなきゃいけないんですけど、スポーツカーってやっぱり生産数が少ないので部品も少なくなるので手に入りにくいんですよね。手に入りにくくなると部品は高くなるし時間かかるしなんで、そこはスポーツカーを乗るデメリットになるんじゃないかなっていうふうに思います。古いスポーツカーを乗られてるオーナーさんとかはやっぱり結構気を使うよ、少ないよ、この部品こんだけかかったんだよって言って、ラングラーのパーツ以上の価格かかってたのを聞いたら、そうなんだすごいなやっぱりっていうふうに思った記憶はあるので、やっぱりそういった部品の少なさっていうのはスポーツカー乗るデメリットかなと思うんですけど、まあただね、新車のスポーツカー結構ディーラーさんがしっかりしてるスポーツカーとかであれば全然問題ないなっていうふうに思いますし、それこそ今流行りの 86BRZ とかパーツも多いですし、社外品も結構あるので、そういった車は全然僕はおすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。以上がまあ私ペパロニーに感じるスポーツカーのメリットデメリットになりますので、また他にこういうメリットあるよとか、うちこれこんな感じだったんだよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えていただければというふうに思います。またこの動画が良かったな、参考になったなと思う方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録高評価ですね、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。